iPhone は 128GB を選べば大丈夫。どうも IKM さんです。不安な人は設定一般 iPhone のストレージで現在の容量をチェック。めちゃくちゃ動画を撮る人でもない限りまず埋まってはいないはずです。さらに iCloud があれば iPhone 本体の容量を最適化できるから、大容量の iPhone を購入するより 128GB と iCloud の組み合わせがおすすめ。買い替えるときぜひ参考にしてね。